け残されたんだけど、クッパなんか取られたの。あれ？あら、刺さってる。出てきた。あ、折り紙。あ、綺麗。あ、お、髪の毛。オリビアがいないんだ。あ、そこ見て。みんなはぐれちゃったのかな。クッパもいないよね。危ない。危ない。オリビアさん、足元気をつけて。穴を塞げるといいんだけど。あ、そうだ、マリオさん、はい。空の紙っぺら袋。ねえマリオさん、その袋に紙っぺらを集めてみて。紙っぺらはこの世界を作っている紙のかけらみたいなものですわ。 それをたくさん集めてスカスカの穴に。あ、飛び込んだ。お花とかをね、ハンマーで叩いたら紙っぺらっていうのが出てくるんだって。あれだよ、あの、お、あれだよ、木から出たやつ。おお、それで集めて。いやいや、 お花とか木を叩くんだ。いやいや。そこ違う。お、え、面白い。そしてその赤い袋がいっぱいになったら集まったってことだね。それ何、歩くだけで拾えるの？そうだよ。勝手に拾うの。おお、すごい。木いっぱい降ってくる。敵も出てくるとこ。紙っぺらがいい感じに集まったみたい。穴の近くに来てみて。GR。これ後ろのボタン。これ。うん。おー、すごい。やったー。へぇ、紙っぺらの無駄遣い。そうやって進むんだ。あ、こんな格好で失礼します。頭の先が地面に刺さって抜けません。ボタンで引っ張ってあげて、リンク。よいしょ。おあれ、クッパは？うん、助かりましたわ、ありがとうございます。ところで一体ここはどこでしょう。道を尋ねたくても誰もいないし困りましたわね。ともかく辺りを調べてみるしかなさそうですわ。うん、危ない危ない危ない。これが目を止めて。あ、使えるんじゃない髪の毛。さあ、銀くん初めての叩く。叩くって何？こう倒すんじゃない？あ、すごいすごい。おお。え、面白い。いいな。これ面白いね。ハテナマークがある。あれ？距離感が分かんないね、ペラペラだから。分かるよ、だって影があるもん。キノコゲット。体力が回復するって。持ってるアイテムはプラスで見れるよ。わあ、とってもいい景色。あ、あそこピーチ城のあったところ。お城はどこ行っちゃったの。わあ、確かあの時紙テープがいっぱい巻きついてピーチ城を持ち上げて。あった、塔。そのままどこかへ。ありましたわ。あんな遠い大山の上に、しかも紙テープでぐるぐる巻きのままですわ。兄上ったらあんなところでピーチ姫さんと一緒に閉じこもってるのかも。兄上、私兄弟としてこんなことをやめさせなきゃ。あ、そうそう、兄弟といえば
マリュウさんとお揃いの緑の帽子がお城の後に落ちていったけど、あれってもしかしてご兄弟の帽子？やっぱりそう。それは大変ですわ。急いであそこへ様子を見に戻った方がいいかもしれません。ああ、とっても心配。ご無事だといいんですけど。あそこに行けばいいんだ。とりあえず、あ、誰か来たよ。てるね、ペラペラだし。よそ者が来たぞ。悪いやつかな。なんかこそこそ話されてるよ、ギノ君。泉に気づいたかな。あれ見せてやれよ。きっと驚くぞ。木からぶら下がってる葉っぱが紐みたい。引っ張ったらどうなるかしら。落ちてきたね。お、あ、神経衰弱だ。キノコを見つけろ、ギン。ブブー。あれ、なんか笑われてるよ、ギンくん。あったじゃん、ほら。ちょっとそこアチャピン。あ、お、わかってる。そう、それそれ。すごいじゃん、銀。おお。やったー。やった。干からびているキノコ、水で戻してあげよう。やった。それ何？あ、折り紙の袋？正解。お、星。うん、お、ちょっと無敵になった、無敵。わかる。お、はみってる。かっこいい。なんかさ、誰なんだろうね。こそ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 話してるの誰だろう。見て、あ、なんか落ちてきた。うん、なに、え、うん、なにで、どこに行ってるの。何今の。うん、飛行機だ。なんか降ってきたよ。え、なんかやばいの出てきたよ。不思議なとこですわね。うん、いけた。あ、なんかある。なんかあるね、くす玉みたいな。立ってみて。あら、くすくす切っちゃった。誰なんだろうね。あ、なに、あ、神の手使えるよ、銀君。おー、すごい。こうさ、おー、あ、なんか出てきたよ、でも。なんだなんだ、
干からびた種。何の種だろう。なんかいけるよ。そこ僕なんだろうね、なんか霧がかかってる。なにこれ、なんか登れそうだけどね、そこ。あれ、なんか上登ってみたら。なんもない。この辺景色が似てますわ。もうちょっと進んでみたら景色も変わるかも。そこ違う。いや、景色が似てるって言ってるから違う場所なのかも。もう一回行ってみて、右に。あれ？さっきから同じところをぐるぐる回ってません？私の頭もぐるぐるしてきちゃった。え、どういうこと？あそこの切り株で一休みしません？休みませんかって。かわいい。あんたたち。何、誰？デクジーの頭の上に腰掛けるなんてダメよ、あんたたち。デクジーはこの山の長老よ。とっても偉い木なの。それがキノピオたちに自慢の体を切られて、こんな惨めな切り株に。キノピオ？あ、顔ある顔。そう、そう。そうじゃ、わしをこんな姿にしたペラペラどもは大嫌いじゃ。ご、ご、ご、ご。ああ、もう喋るのもしんどいわい。デクジーは切られたチョックですっかり落ち込んで枯れ木みたいになっちゃった。なんかこの形なんか可愛いね。うん。だからキノピオと同じペラペラはみんな大嫌いなのよ。この山から出るためにはデクジーのお許しがいるの。嫌われたあんたたちはかわいそうだけど、一生ここで迷子のままね。一生そんなの困ります。ねえデクジーさん、私たち悪いペラペラじゃありませんわ。そもそも私はペラペラじゃなくて折り紙ですし。なんじゃと、折り紙の小娘よ。それならこのわしを元気いっぱいのギンギンにさせてみ。ギンギン。それができたらお前たちをこの山から出してやってもいいわ。このおじいさんをね、元気にしてって。どうやって元気にするんだろう。さあ、これで山の奥の方まで行けるようになったわよ。そういえばこの山のどこかに一の種っていうすごい種があるらしいの。さっきの種？違うかな。あ、ジャピ寝よらん？大丈夫？もうやめる？一回やめようかも、今日はここで。もう寝ようかしよる、アチャピほら。さっきゲットしたのが一の種？あ、命の種？一の種って何？命の種？ああね。よし。あれで元気になるの？こう埋めてから。もう一回。やって。お腹目ついてるよ。ねえ、みんなお話できるんだ。お、おお、しおれたファイヤーフラワー。この人叩いたらどうなるのかな。叩いてみたら。顔が。いけいけ。目がシパシパしてる。迷いの呪いが解けた。あ、うん、湖ってどこから行くんだろう。湖、奥の方になんか見えたよね。ちょっとじゃあ湖の方、見えるところにもう一回行ってみて。
紙です。紙だらけじゃん。すごい。どんだけでも出てくるね。ちょっと一旦ここでやめようか、元くん今日は。またちょっと生き方調べてからね。やりましょう。今日は折り紙キングの絵をやめた。みんなもやってみてね。バイバイ。また見てね。また見てね。